皆さん、こんにちは、こんばんは、サイサイです、まあ、ナオトです、今日はもう今8月14日、火曜日の夜、いやもう11時、夜の11時ですね、ドイツ語教室を終えて、家に帰ってきて、まあ、夜ご飯を食べて、まあ、今動画を撮ってます。ちょうど一つ前にドイツ語で話していたんですけれども、まあ、皆さんも学習とかされてらっしゃると思うんですけれども、まあ、いかがでしょうかっていうのは、まあ、そういうちょっと問いかけをしたくて、まあ、今回ビデオを撮りました。まあ、やっぱりもともとこのナオトのドイツ語像っていう名前を始めて、今はちょっとサイサイラーニング、まあ、多分また名前を変えるかもしれないんですけれども、もともとのモチベーションとしては、僕自身がやっぱりドイツ語を何か続けたいなっていうところと、かつ自分がそのドイツ語を勉強するしていく中で、何か他の人にもそのモチベーションを与えられることができたらなっていう意味で、まあ、始めました。でやっぱり続けることって一番、まあ、その言語に限らず、勉強どの分野においても大事なことだと思ってますし、で、まあ、今日、まあ、さっきそのドイツ語を話してて、まあ、一人で話してたんですけれども、まあ、少しあれ、なんか自分の中で少しドイツ語がペラペラ出てくるようになったかなっていうふうに感じてて、まあ、少しそのやっぱりドイツ語教室に通う、まあ、通ってて少しその効果も出てきたのかなって、まあ、1ヶ月経ちましたけれどもって思って、まあ、ちょっとって感じました。で、まあ、なんで今日本語で撮ってるのかって特に理由はないんですけれども、最近日本語でその動画を撮ってなかったなっていうところもあって、その近況報告っていう意味で一応今撮っております。で、そうですね、最近そのドイツ語教室に通う意味はっていう確かの記事を以前書いて、で今回最近ふと思ったのが、そのドイツ語教室に通うことで何かそのドイツ語をやっぱできなくちゃいけないだろうみたいな、そういう雰囲気が自分の中で出始めるんですね。そういう感情が、なんていうか、その人に聞かれた時に、あれドイツ語教室で通ってるんだよねみたいな風に、通ってるのにこのドイツ語なのみたいな感じの、なんかプレッシャーが、別に多分周りの人って自分が思ってる以上全然気にしてないんですよ、自分のことを、その他人のことなんて。なんで別にいいんですけれども、なんか自分の中で、あれドイツ語教室で通ってるから、やっぱもっとドイツ語できるようになんなくちゃいけないよなっていう風に感じてて、それが逆にそのドイツ語を頑張ろうっていうか、そういうモチベーションにつながるんで、それもまた一つのいい点かなっていう風に、まあ、ある程度そのプレッシャーっていうのも感じつつはあるんですけれども、そのプレッシャーを感じつつも、やっぱりドイツ語を続けていこうだったら、一日の中で、あ、今日ドイツ語、なんか自然とドイツ語に触れるような時間が増えてきた気がします。まあ、もちろんそのドイツ語教室通ってなくても続けられると思うんですけれども、まあ、やってることでやっぱドイツ語できるようになりたいなっていうふうに自分の中で考えて、なんか思うようになって、それがまた一つのプラスかなと思って今回お話しました。まあ、皆さん日本にいらっしゃる方はきっと今お盆でお休みだと思うんですけども、私はまたミュンヘンは明日また祝日で休みなんですけれども、他の州は確か仕事があって明日もみんな働いているみたいなんですけれども、まあ、日本の皆さんはせっかくのお休みなのだと思うんで、まあ、しっかり体を休めて、まあ、勉強もそうですし仕事もそうですし、休むときは多分しっかり休むことが大事で、別に、まあ、ただその多分その休みの中でもその単語を見るとか、なんか基礎的なところは少し触れられればベストだと思います。例えば旅行を1週間行くにしても、その1週間全部見ないっていうことも、まあ、それはそれでいいと思うんですけれども、少し見るっていう意識をつける、特に何か覚えなくちゃいけないってことは、やっぱり反復演習が大事になるんで、きっと そういう小さいところ、例えば旅行に行ったとしても、みんながまだなんか、なんだろう、時間があるときにちょっと見るとか、どっかに同時間でちょっと見るとか、なんかその5分10分見れればよりいいのかなっていうふうに思います。はい、それでは皆さん良い週を、また良い一日をお過ごしください。では、おやすみなさい。